話の贈り物、ギターはおしゃべり。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ご案内役の高橋由紀と、ギターの篠原正史です。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日11時からご覧のチャンネルでお送りしております。はい、ギターの楽しさをおしゃべりと演奏で、お届けしていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。さて、今週のテーマなんですけど、はい、はい、あのギターは歌うということで、はいはい、ね、ギターが歌うわけじゃないんだけど、まあ、はい、ギターで歌うのが正しいのか、まあ、その辺はどうでもいいんですけどねでもギターは歌う、はい、僕らって2人しかいなくて、僕らって言っちゃいけないね、僕の青春時代っていうのはもうフォークソングのね、はい、大流行りの時期で、はい、こうやってもう、まあ、ギターケースを話したよね。ギターケースをファッションで持って歩くという話もしました、はいはい、ね、でその当時もう歌に夢中に、ね、なっていた人たちがやっぱり就職というね、一つの大きな人生の角を越える時にギターを押し入れにしまっちゃってね、でお仕事に、それで今の日本があるんですけどね、まあ、そっちの方は、まあ、安倍さんに頼むとして、ね、どうでもいいよ、もう一回そのギターをね引っ張り出してね、こう一緒にね歌ってほしいなと思うんですね。はい、まあそんなわけでちょっとまず1曲ね、そうですね、はい、聞いてもらいましょうかね。はい、ね、それでは木名正吉さんの曲で花お聴きください。どうぞ。いただきましたのは木名正吉さんの曲で花でした。ありがとうございます。うん、ね、木名さんといえば、ね、沖縄の、はい、あれで、この曲も沖縄音階のね、とても特徴のある、随分流行りましたね。ね、よく聞きます ね、 そうですよね。小学校の頃に聞いた覚え。あ、びっくりした。もうね、つい最近だよね、小学校の頃ね。ついてもない僕の小学校の頃ではずっとね、そうですね、ちょっと多分随分差があるんですけどね、はい、フォークソングっていうのは何を思い浮かべますか、フォークソングですか、ゆきさんの世代だと。フォ
フォークソング、ちょっとあんまりピンとこないんですけど、うんうん、あの前ここでも演奏された、神田川とか、うん、神田川やりましたね、はい、が今パッと出てきました、うん、ああそうね、はい、フォークソングっていう言葉がもうあまり使わないんですかね。どうでしょうね、最近はあんまり、ね、あれ、あのゆきさんの時はもうなんていうの、はい、なんていうの、 J-POP って言ってるの、 J-POP、 今はもう J-POP っていうのが ね、あの、はい、うん、フォークソングっていうのはあの食事の時にこうフォークを使って、ね、あ、はい、そうじゃない、歌いながらみたいな、そうじゃない、あのいろんな故郷で歌とかね、はい、そういうの歌、あの世界中でこういろいろ流行って、はい、日本のフォークソングっていうのはなかなかあるようなないような、そうです、ね、うん、まさにこの沖縄さんのはね、日本のフォークソングということですけどね。沖縄って言えばね、行ったことある？あ、あります。あ、はい、いいよね。いいですね。いいよね、はい、何が一番驚きました？海です。そう、はい、海が綺麗でね、綺麗でした。もうね、あれはね、カルチャーショックだね。そうですね、うん、もう色も変われば透明度もすごいしね、はい、からね、あのお酒がね、あー、また来ました、お酒、夏の泡盛が、泡盛が美味しいって。僕沖縄、あの本当はね、仕事で沖縄に行けるっていいなと思ってたんだけど、はい、なかなかチャンスがなくて、はい、もう我慢できなくて遊びに行っちゃったんですけど、遊びに行っちゃったんですけど、もう今向こうに知人がいて、はい、いろいろ、うん、案内してくださったんだけど、もうそのね、焼酎が美味しくて美味しくて、それから我が家でね、はい、僕は一人でね、ずっとそれから焼酎はね、泡盛、結構強いって言います。あ、でもきちっとこう水で割って、飲みますから、割った方が美味しいですね。私が行った時まだ未成年だったので、うん、全然お酒までたどり着けず、あ、はい、まだ飲んだことないですね。で、何が一番楽しかったですか？楽しかった、うん、なんでしょう、もうなんか見るもの見るもの全然違うので、うん、やっぱり、あそこは日本じゃないよね。そうですね、ね、はい、なんかね、そんなすごくそんな感じがして、ね、ちょっといいですか、うん、あの今そこにいるスタッフがすっごい踊ってて、今こうやって踊ってるんですけど、うん、あの分かります、チラウミ水族館に行ったんですよ、うん、ね、そう、行きました、はい、僕も行きましたその私もちょっとそれを言おうかどうしようか悩んでたんですけど、大きいというか、結局僕ね、全部見てないかな。あ、本当ですか？もしかしたら大きすぎて、あ、そう、うん、でも一通り回った気がします。結構やっぱり時間がかかって、うん、すごい走り回った気がする、ね、せっかく行ったので、うん、チュラウミだったと思うんですけど、なんか崖みたいなところ、うん、あれだな、なんか名前ついてたんですけど、もうちょっと全然覚えてないんですけど、なんかすごく高いんですよ、深くて。そうですよ、スタッフさん喋ってもらってもいいですか？あの、象の花だと思います。象の花、象の花ですね。象の花っていう崖があるの？岩が、岩もあるんだ。岩があります。そうです。ちょっと今その時写真撮ったんですよ。でその映像私の頭の中にはあるんですけど、もう何年前ですかね、結構10年前とかかもしれないです。まあ多分変わってないと思いますけどね、あの、いや沖縄ね、また行きたいと思ってね。行きたいです。私も1回しかまだ行ったことないので、で驚いたのはやっぱり鉄道がないんだよね。あ、なかったですね。だから、ね、車か、はい、まあ、あの街中にはあのモノレールがね、大きいのが走ってますけどね、はい、だからもうはい、あ、まあそんな沖縄の話してちょっと尽きないので、ね、はい、はい、あの日本の曲をもう一曲、はいはい、お届けしたいと思います、はい、それではですね、今回リコーダーの演奏をお届けします。リコーダー日比健次郎さんとギター篠原さんによる演奏です。春の海、お聴きください、はい、どうぞ。Thank you.
聴きいただきましたのは、リコーダー日比健次郎さん、ギター篠原さんによる演奏で春の海でした。はい、もともとこれはね、おことと尺八という楽器の、はい、リコーダーと尺八になったらこう似てるでしょ。似てますね。はい、で日比さんっていうのはお聞きになって分かったと思うけど、なんか尺八吹いてるのかなっていうね、はい、本当にその雰囲気というか、う、ね、息遣いが上手で、うん、尺八とリコーダーの一番の違いは何だか分かりますか？これは難しい。ですね、うん、尺八を実はこう間近で見たことがなくてですね。あ、なるほど。おそらく私の頭の中に今もんやりとしかないので、うん、ちょっと分かんないです。大きさとかですか？一番違うのはね、こう息を吹き込むと音が鳴るんだけど、そのまあ空気を切る、なんというか仕掛けがあるんだけど、リコーダーはこの仕掛けの上にこう蓋がついていて、そこから吹き込むと誰でもきちっと空気がここで切れて音がするような、はい、尺八というのは竹をいきなりスポンと切って、はい、ここに切り口があるだけだから、ここにどういう角度で当てるかで音が出たり出なかったり、だからとても難しい、難しいですよ。その辺難しい代わり、はい、いろんな種類の音が出て、素敵な音、ぜひ、はい、機会があったら聞いてみてください。はい、はい、そんなことでした。はい、はい、というわけで、今週は日本の音を、はいはい、お届けいたしました。はい、そろそろお時間となっております。はい、この番組は毎週日曜日11時からご覧のチャンネルでお届けしております。再放送が YouTube にアップされます。検索ワードは、はい、ギターはおしゃべりで、ぜひぜひご覧ください。はい、それでは今週はですね、篠原さんの演奏でお別れしたいと思います。曲はラグリマです。はい、それでは今週もありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。Thank you.